自警団とは、権利の侵害が強く想定される場などにおいて、司法手続きによらず自らの実力行使をもって事故、及び共同体の権利を維持確保するために、結成される組織、及び、それを模した、防犯組織。自警団の一つ、フィンランド内戦の際のフィンランド城、守る軍自警団とは、自力救済の発露の一つ。しかし、大災害や、戦争時及び、 植民地など大国に支配下にあって独自の軍隊が編成されていない状態などのような局面において警察、治安機関が機能していないと民衆が判断した場合に自衛のために結成されることがある。その中には専門家、プロ化して民兵へと成長するものもある。アメリカの州兵は自然発生した自警団が法整備により民兵となり後には 正規軍の補助戦力として整備されたものだ。こうした混乱期の時計団は、司法が機能不全を起こしているゆえに、暴力に歯止めが効かず、残虐行為の主勢力となることがある。このような例は、世界中で見られ、旧ーゴ内戦やルワンダ内戦などにおける大規模な虐殺でも、先端を切ったのは、国軍や警察によるものではなく、先導された、 自警団や民兵が引き起こしたと考えられている。2019年、ナイジェリア北西部のザンファラ州にて村を襲った盗賊が自警団の反撃に遭い、59人以上が殺害される事例も発生した。敗戦直後の八重山諸島において組織された自警団は、後の米軍統治下の住民統治機構への講師となった。埼玉県川越市の新川岸自警団倉庫。 近隣の神社の氏子によって組織されている。上記のような緊急時に結成される時恵団のほか、共同体の船員が共同体維持のため持続的に結成している時恵団もある。この時恵団は共同体維持のためのボランティア組織となっている。治安が悪化している大都市部において有志によって結成されているガーディアンエンジェルスはその一つだ。 日本においても大規模災害対策への認識が高まっていることや犯罪権拠率が低下していることなどを背景として自主防災組織、自主防犯組織などのように共同体維持のための住民による自主的な組織会の動きが活発化しつつある。しかし現実の運用では混乱期の時計団と同じく必ずしも法に則っ,った時計行為が行われるわけではない。 また、日本の河川流域で消防団が水防団を兼ねる場合に、時計団などと自称することがある。この場合は、非常時以外の治安維持行為は行わない。また、地方の生活安全担当部局や、警察組織への協力ボランティア組織として、認定、支援の対象になることもある。イタリアでは2002年、時計団による巡回が合法化された。 現代日本社会においては一部特殊な場合を除き、自警団は商店街の風紀取り締まりなどの自発的ボランティア、活動組織として認知されている。前述したように自警団の構成員には国からの正式な法的権限委託がないため、構成員に拳銃、警防、刀剣といった武器の形態は絶対認められていない。自警団の構成員が正当防衛でない限り、 相手に対し何らかの暴力を振るう、あるいは集団で威圧した場合は、警察からの逮捕、任意同行の対象になる。暴力からの自力救済ではなく、単に鬱憤を晴らしたり、排斥活動を行う行為を、自警団、警察、ポリス、脳などと自称することがある。2019年からのコロナウイルス感染症により、日本では自粛警察と呼ばれる行為が多発した。 20世紀後半から21世紀初頭にかけて、電子ネットワーク社会が急速に構築されているが、その進展があまりにも急速であるため、電子ネットワーク社会で発生する事象に対処できる法整備は立ち遅れていると言われている。そうした中、自力救済を目的として、電子ネットワーク上の歪説図画や、誹謗中傷を除去したり嵐行為を排除する電子時計団、 ネット時警団などと自称する存在が現れている。日本ガーディアンエンジェルス参加のサイバー・ウォッチネットワークは電子時警団が法人格を取得した実例である。遅延ではなく特定の思想、宗教などを主軸として結成された組織が警備隊を組織する例もあるが外部からは時警団との違いが分かりにくいため混同されることも多い。犯罪集団が 襲撃や敵発に備え拠点の防衛を行う人員を揃えることがある。マフィアや暴力団のように時計団が巨大な犯罪組織へと変貌することもある。宗教団体は、信徒や宗教施設を異教徒の攻撃から守るため、信徒や僧侶に武装させていた。このような宗教武装集団は、ウォリアー文句と呼ばれ、僧兵や騎士修道会のように大きな影響力を持つ、 こともあった。現代では宗教を基盤とした過激派が紛争を起こしている。国家の警察力が小さい場合、軍閥が形成され一部の地域が支配下に置かれる例がある。ドイツでは第一次世界大戦前後から福音兵による民兵組織が共産主義者を攻撃し、対抗するため共産党も施設警備隊を編成した。 また他の政党も警備を理由に武装組織を設立していた。主人公が司法制度に失望するなどして頼らず、死刑によって犯罪者や犯罪組織に挑み、復讐や治安回復などを目的するジャンルをビジランテ映画という。ありがとうございます。